手自身なんですけれども、さあトゥーリオンヘディング、ボールこぼれてる、フラシュート、ミスから失点、岐阜が追いつきました。前半41分、ディフェンスとゴールキーパーの連携ミスですか。そうですね、連携のところですね。まあ、短いボールが多かったので一発のパスがちょっと来たので、その中でちょっと連携がここですね。41分、古橋が隙を見逃しませんでした。同点ゴール、古橋にとっては今シーズン初ゴールです。トゥーリオがヘディングクリアするのか。